おはよう、こんにちは、こんばんは。僕の異次元空間へようこそ。ネグダコンタクティー。はい、どうもご無沙汰しております。久しぶりの開封動画ですね。今回開封するガチャはですね、こちらです。はい、もうちょっと若干見えておりますが、こちらのガチャ、ですね、このガチャは全部コンプリートしてないですね。欲しいなと思ったものが出たので、そこでやめました。はい、というわけで3つしか購入していないんですけれども、こちらのガチャの開封をしていきたいと思います。はい、というわけで、早速開けていきたいと思います。ですね、今回なんか結構ねみっちり入ってて、まあもうあらかじめね、撮影する前にセロハンテープは取っておいたんですけど、ほんとこんな感じでもうちょっと開いちゃってる状態でですね、で、セロハンテープでこう止めてあったっていう感じですね。はい、なんかモリッと入っております。はい、まずは、ね、どんなガチなのかラインナップなどを見ていきたいと思います。もう来年もなんかこの辺見たらなんとなくわかると思うんですけどはい、というわけで今回のガチャはですね、こちらです。はい、走る熟語ですね。プルバックであの熟語が走り出すということで、もうくだらないですね。はい、もうクソガチャです、クソガチャ。はい、こういうのがでもね、ネグは好きなんですよ。はい、ラインナップはこのようになっております。暴走、虫図が走る、戦慄が走る、衝撃が走る、激痛が走ると、悪感が走るですね。この全何種類だこれ、6種類ですかね、6種類になってます。で、僕が狙っていたのはこの暴走ですね。暴走と、やっぱ虫図ですかね。虫図が走る。この2種類が欲しかったんで、とりあえず出るまで回そうということで、回してきたんですが、3つでね、出ましたので、この3個でやめてきました。はい。というわけでですね、1個ずつ見ていきましょう。もう見る必要もない気がするね、このガチャに関しては、なんか。うん。こうクオリティうんぬんかんぬんじゃないと思うんで、ここは何が書いてあるんだ。漢字本体に両面テープが貼り付けされておりますので、あ、そういうことか。うん。剥離紙を剥がして車体部分に貼り付けてください。貼り付ける際強く押し付けると車体部分が歪んでしまい、内部パーツに干渉してしまうため、強く貼り付けすぎないようにご注意ください。なるほどね。はい、珍しいですよね。なんかカプセルにあらかじめこういう注意書きが貼られてる、珍しい気がしますね。はい、というわけで、まず一つ目はこいつでした。戦慄ですね。戦慄、いやー、くだらないね。実にくだらないね、これは。ちょっと中身も見ていきましょう。いやー、考えた人バカだな。これは、なんだ、スポンジかな？うん。軽い素材でできてますね。はい。で、これが、台車の部分がチョロ Q になってるわけですね。うん。で、ここにこう貼り付けるだけですね。なんか干渉するものあるか？ん？特別干渉するようなことないと思うけど。はい。で、こいつをここに貼り付けることによって、戦慄が走る熟語ができるわけですね。どうですか？実にくだらないでしょ。めちゃめちゃくだらないけど、このくだらなさがなんかいいんですよ。はい。一つ目は、戦慄です。はい。二つ目どうしようかな。
まあこっちにしますか。はい、では、次はこの赤色のカプセル、暴走ですね。暴走でかいんですよこれ。どうですか。いや、もう入りきらなかったんじゃないのかな。浮いてたぐらいですからね。このサイズ感なんかも好きでしたね。はい、というわけで、暴走も開けていきましょう。もうなんか潰れてるもん。これカプセルの形に潰れちゃってる。これってなんとか直す方法とかあるかな。時間経過で直ったりしますかね、角。どうなんだ。結構ね、ベコンと言ってますよ。ね、ベコンと言ってる。はい。暴走ですね。いや、もう本当にくだらない。これを考えた人すごいな。尊敬しますね。暴走です。暴走。かわいいでしょ。これ飾ってもまあかわいいか。どうなんだろうな。いや、このくだらなさがでも本当好きなんですよ。はい、というわけでラスト、こいつ虫図ですね。このカラーリングいいっすよね。なんか黄色と紫ってなんかいいっすね。なんていうんですか、ちょっと気違い入ってますよね。はい、言葉は悪いですけど、褒め言葉ですよ。じゃないとこれ多分欲しくならないと思うんでね、僕。はい、というわけで虫図ですね。虫図が走る虫図です。でこれはこっちかな。こんな感じですかね。虫図、はい、虫図が走るカード。下手なチョロ Q なんかより、いや怒られるから。フルバックカーよりも僕は魅力を感じますけどね。これ本当でもこの後どうすんのっていう感じですけど、多分飾ることもないと。飾らないですね。でも、なんか、いいっすよ。なんか、ね、こう、なんだろう。令和のガチャじゃないですよね。昭和、平成な感じですね。虫図が走る。の、3つですね。まあ僕が欲しかったのはこの虫図と暴走だったんで、3つでね、揃ってくれて良かったなっていうところですけれども。はい。もうこのガチャね、実はもう、結構前に購入してるんですよ。もういつ頃だったかもう忘れちゃったんですけど。はい。なんで、もし欲しいなっていう方がいたとしたら、普通にも見つけらんないんじゃないかな。普通にもう最近、まああんまり最近はですね、ガチャを購入するしに行ったりもしてないんで、どうかわからないんですけど、でもまあネットとかだったら購入できるんですかね。単品コンプリートセットとかだったら買えるかもしれないですね。気になった方はね、ぜひ購入してみてください。この虫図やっぱいいですね。カラーリングいいね。この黄色と紫ってこのカラーリングがすごくいいと思う。でこの暴走もなかなかやっぱいいですね。あとでかいしね。でかいし、この黒に赤っていい組み合わせですよね。はい、僕のおすすめは、まあ、フォントもそうなのかな。フォントもいいフォント使ってるよね。うん。まあ、僕のおすすめはこの暴走と虫図になります。はい。気になった方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。はい。というわけでですね、今回は、走る熟語、熟語の開封レビューでした。レビュー、うん、走らせてみますね。まあそれは走るよね、軽くだけど。いや、くだら、本当にくだらないですね。くだらないの大好きです。またね、くだらないガチャを
見つけたら、まあ、かつ購入意欲をかきたてられるくだらないガチャを見つけたらですね、購入してきて、紹介したいと思います、はい、というわけでですね、また次の開封動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ここまでの相手はゆるがば星人のメグでした。この動画が少しでも刺さりましたら、グッドボタン、チャンネル登録で応援してくださると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いに来てね。おつべーだ。またね。バイバーイ。